腹ペコ中野くんが行くうさぷら。みなさんこんにちは。この番組はうさブランドの美味しさの秘密をお伝えするために認証事業者を紹介する番組です。紹介してくださるのはうさ市農政課の中野さんです。みなさんこんにちは、農政課中野です。中野さん、何ですかそれは。え、見たらわかるでしょ。見たらわかる。え、今日何食べ行くっていう話聞きましたっけ。ネギ、そう、ネギ、ネギなんですか。はい、見てください。本当ですね。宇佐市はネギ有名なところ。一周回ったらどうですか。はい、はい、何ですかそれ、はい、ちょっと今日はネギを食べようと思って。はい、バッチリ似合ってます。はい、今日はネギもね、薬味じゃなくて、はい、はい、直に食べる。あ、直に、楽しみですね。美味しいとこに行きましょう。じゃあ今日は、はい、早速おネギします。おネギします。寒そうですね。寒くないです。これ超あったかいですよ。あったかそう。こんにちは。はい、行こうから。こんにちは。今日はここですね。はい、ネギ焼き屋さん。いいね。もうすでにいい香りしますね。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ネギ焼き屋さん、末綱店長。はい、はい、今日は、ちょっともともとですね、あのネギ屋大久保さんの大久保さん、ちょっとインフルエンザで体調不良になっちゃったので、今日は代わりに末綱店長に、はい、商品の説明させていただこうかなと思います。よろしくお願いします。あの店長、はい、こちらではどういったネギを使った商品を作っているんですか。うちの会社があのネギの生産の会社というか、あの農家になるんで、その自家製のネギをいろんな料理で出してっていう形のお店になりますね。早速ね、目の前に、ね、商品があるんですよ。こちらこちら何でしょうか。これはネギ味噌ですね。ご飯に乗っけてみますか。いいですか。はい、全然大丈夫です。わかりました。いただきます。やっぱご飯だ。合いますか。美味しい。相性バッチリです。バッチリ。もうね、こうネギと米がね、めっちゃ美味しい。ここ米進みますね。中野さん気づいてないだろう。今ネギですからね。めっちゃめっちゃネギですからね。めっちゃネギ、ちょっと何言ってるか分かんない。ね、気持ちもネギにしていったらね、ネギ美味しくなるんですよ。ちょっと何言ってるか分かんないね。だ、美味しい。もう美味しい。こちらなんか他にもなんかネギの、あ、そうそう、いろいろ外にものぼりがいっぱい立ってましたけど、はい、ネギ焼きとかネギしゃぶとか。ネギ焼き、ネギしゃぶ、一応用意してるんで、よかったら。いいんですか。はい、嬉しい。やったー。ご飯だけじゃなくていっぱい食べれた、はい、そうですね。いただきましょう。いただきましょう。じゃあ早速お願いします。はい、あ、おネギします。あ、おネギします。おネギします。おネギします。早速準備していただきました。来ましたね、ネギ。この太さ、美味しそう。美味しそうですね。新鮮。いいんですよ。店長、これはどういった食べ方がおすすめなんでしょうか。まあ、これはネギしゃぶっていう名前なだけに、ネギをしゃぶしゃぶしてもらって、豚もしゃぶしゃぶしてもらって、で一緒にポン酢で食べていただくのがおすすめです。これもね、ネギもしゃぶしゃぶして。ちょっと待って。まだまだですね、ちょっと食欲できませんよ。はい、嬉しい。ちょっと飲んじゃい。いただきます。ここどうですか。うん、うん、おいしい。おいしい。ネギと合うでしょ、豚肉が。めっちゃ合いますね。うん、あ、店長、すいません、お待たせいたしました。おお、ネギネギ焼き。ネギネギ焼き。はい、ネギが、これは美味しいですよ。いただきましょう。ネギがいっぱい入ってるところ行きましょう。どこも同じです。じゃあ私もその横を見ていただいたら分かります。これネギすごいいっぱい入ってます。よし、じゃあ早速早速いただきます。いただきます。
美味しい。うん。またシャキシャキ感はまだ残ってますね。ネギのやっぱねシャキシャキ感と、うん、ソースが合う。うん。こう味の濃さがねいいですね。うまいな。生地もふわふわですね。うん、ふわふわしてます。これ多分ね、うん、ご飯が合うんじゃないかな。うんうん。ちょっと先ほどのやつがまだ。じゃあちょっとネギ味噌つけていただいて。いい顔しますね。うまい。なんか炭水化物に炭水化物はちょっとなんか親に申し訳ないぐらい気持ちになりますけど。いや美味しいですね。このやっぱ味噌はこれはどちらで買えるんですか。うん、ですね、この味噌はここうさ四日市の店舗と宇佐神宮の方にもあってこっちで買えます。はい。これがおすすめですね。でもここあれさっきメニュー見たんですけど、うんうん、なんと夜もやってるんで。なんと。夜も一応居酒屋さんのメニュー的な感じ で、 いいですね。お酒の合うネギ料理も出してますんでよかったら。はい。お酒に合いますからね。もうすでにね合う。先ほどのね。実はもうさっきからね飲みたい。うんうん。いやー美味しかったですね。こんなにねいろいろなネギの商品食べれるの、うん、やっぱ農家さんがね、うん、やってないと無理ですよ。ぜひもう皆さんこちらに来てほしいですね。これはこちら今イベントでスタンプラリーっていうのこっちにもこれうちは載ってるんで。あ、ありますね、うん、ネギ焼きのページとネギ屋さんのネギ焼きとこっちの次のページに鉄板丸ネギ屋、うん、こちらですね、はい。ちょうどじゃあお買い得に今食べれる期間ということで、うん、ぜひこのスタンプラリーを巡ってもらって、はい、いいですね。こういう機会にぜひみんなもネギを食べてください。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ食べよう。続きをいただきます。いただきます。中野さん美味しかったですね。満足ですよ。ちょっときつくなった気がする。なんかもう味一ネギの美味しさをまた再確認しましたね。本当に、うん、コメントがうまくなりました、ね、いや本当ですね。びっくりしました。ちょっと回を重ねる。私もちょっとは、はい、次回そうですね、はい、まだちょっと決まってないんですけど、うんうん、やっぱ美味しいものを、うんうん、まあ、美味しさも健康も大事ですよね。そうですね。まあ、健康にもちょっと気を配りながら、はい、まあまあまあそういったものなんですね。美味しいもので、はい、いずれにせよ美味しいものを食べに行きましょう。わかりました。じゃあ楽しみにしてます。じゃあ行きましょう。はい、はい。